テキサスの荒馬、テリー、ハンクが死んだ。アメリカのプロレス団体である、WWE が8月23日に発表。享年79歳だった。テリーは、1970年代から80年代前半にかけて日本プロレス前日 F 本プロレスのマットに上がり、一時代を築いたレジェンドプロレスラーだ。多くのファンの記憶に残っているのは、兄ドリー・ファンクジュニアと弟テリー、ファンクのタッグチーム、ザ・ファンクス、の姿ではないだろうか。日本プロレス時代は、1971年にジャイアント・ババ&アントニオ猪木組の BI 法を破りインターナショナル、タッグ王座を獲得。1972年、ジャイアント・ババが旗揚げした全日本プロレスでは、団体の看板レスラーとして活躍した。特に、マスカラス・ブラザーズ組、スタン・ハンセン&ブルーザー・ブロディ組など、豪華なメンバーが来日した全日本プロレスの名物シリーズ、世界最強タッグ決定リーグ戦では、熱狂的にファンから支持された、入場曲、スピニング・トー・ホールドが会場に鳴り響き、二人のイラストが彫られたラッキーコインを投げながら登場してくるザ・ファンクスにキッズたちは酔いしれ、我先にそのコインを手に入れようとした。そんなテリー、ファンクのことをよく知るために最適な一冊の本がある。さよなら日本の友達、俺は、あまり色の熱き風になる、G.S.B.O.O.K.S. だ。テリー、ファンクは、ジュニアのポリスマン、用心棒、だった。1983年8月31日、蔵前国技館のスタン・ハンセン&テリー、ゴディセンをもって18年間の現役生活にピリオドを打つテリーが、その直前に出版した自伝である、父親ドリー・ファンクシニアもまたプロレスラーだった。長男がドリー・ファンクジュニア、次男がテリー、アメリカのプロレス界を代表するレスリング一家である。幼少期はトレーラーでオハイオ、オクラホマなどを転々としジプシーのような生活をしながら、やがてテキサス州アマリロに根を下ろしたファンクファミリー。アマリロで、兄ドリー・ファンクジュニアと共にプロレスの英才教育を受けたテリーは、シニアの教えを忠実に守って正統派なレスリングを身につけた兄ジュニアとは、異なり、荒々しいファイトで徐々に頭角を現していく。初来日は1970年のことで、最初はタッグパートナーではなくポリスマンとして、おい、テリー、今度のドリーの日本遠征のポリスマンはお前に任せたぞ、とシニアから声がかかる。ポリスマンとは、プロレスビジネスの隠語のようなもので、簡単に言えばバウンサー、用心棒、ジュニアに降りかかるあらゆる危険を阻止してこい、ということだ。プロレスはリング内外で何が起こるかわからない。ルール無用のファイトを仕掛けてくる相手であれば、その危険を察知してジュニアをヘルプするのがテリーの役割だった。この当時、チャンピオンがポリスマンをつけて歩くことはなくなっていたが、昔、肩着の一面があったシニアは、NWA 世界王者であったジュニアに、必ずシニア本人かテリーをポリスマンとしてセコンドにつけていたのだ。もちろん1970年の日本遠征でテリーは試合もこなしており、ジュニアとタッグを組んで、アントニオ猪木&吉村道明組と対戦、東京体育館のインターナショナル、タッグ選手権ではジャイアントババ&アントニオ猪木組とも対戦している、日本のプロレスを心底愛していた。以降、来日した回数は、1983年の引退までにプライベートを除いても計25回、それほどテリーは日本及び、日本のプロレスを愛していたのだ。1983年8月31日のラストマッチが、出身地のアメリカではなく、日本であったことが何よりの証拠だろう。蔵前国技館の引退試合、スタン・ハンセン&テリー、ゴディセンを前にして、テリーは本書の最後をこう締めくくっている。俺はアマリロの大地を吹き抜けた一陣の風だったのかもしれない。8月31日のリング上で俺は風になる。毎年。8月暑い風の中に爽やかな秋の訪れを感じたら、それは俺の風だと思ってくれ。テリー、ファンクはこれから何十年、何百年か経とうとも、必ず毎年一回、一陣の風になってアマリロから日本にやってくることを約束してペンを置きたいと思う。有終の美を飾った、のもつかの間。翌年1984年にテリー、ファンクは現役復帰。1985年には WWF と契約し、その後再び引退宣言するも、1989年にまた復帰、さらには演技団体を転戦し、ハードコアレスリングの先駆者となっていくのだから、テリーのプロレス人生はいつ終わるとも知れないエンドレスロードに突入する。その分、身体にかかる代償は小さくなかっただろう。
晩年のテリーは認知症を患い、介護付きホームに入所し生活をしていたようだ。2023年8月23日死去、79歳没、夏の終わりを感じさせる一陣の風は、ほのかにテキサス州アマリロの匂いがした。ネットの声、懐かしい表紙ですね。当時買いました。確か、同時期に発売された、テキサスブロンコ、という LP レコードも購入。ジャケットと同じテリーのファイティブポーズ姿のポスターももらえて、部屋に貼ってました。スーパーアイドルのイメージが強いハンクスなのですが、父シニアがガチガチのシューターだったこともあり、実は二人とも徹底的にシュート技術を叩き込まれた猛者だったんですよね。特に 60.70 年代の米国マット界で生き残るため、トップを張るためにはシュート技術は必須。ドリー&テリーだけでなく、ハリー、レイスやディック、マードック、本当の猛者揃いのすごい時代でしたよね。58歳のおっさんです。77年オープンタップ選手権の決勝戦、ザ・フランクス対ブッチャー、シーク戦は、読売テレビで見てました。最初にシークに五寸釘で突かれた後、ブッチャーにフォークで突き裂かれ、悲鳴を上げるテリー。その後、バッテージで応急処置して再びリングイン、悪党2名を追い詰める姿に、昭和のベストバトルを見た思いがします。私にとってプロレスのヒーローは、馬場さん、猪木さん、鶴田さんではなく間違いなくテリーでした。どうかあちらの世界では、ゆっくりしてください。ご冥福をお祈りします。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録もお願いいたします。梅南高。